今日は突然なんですけど、麻婆茄子を作りたいと思います。いつも麻婆豆腐を作ってるんですけど、前回なんちゃらの駅、なんだっけ、なんちゃらの駅っていうところで茄子を買ってきました。茄子をですね、麻婆茄子にしようと思ってちょっと調べてみました。どうやって麻婆茄子を作るのか、片栗が必要だということが分かったんですけど、片栗を使わずに、素揚げ状態でも一回なんか揚げてるっぽいんですよね。で、片栗がないんで、150円、片栗ないんでね、どうしようかなと。どうしようかなと思って考えたら、やっぱり素揚げですね。多分片栗をつけた方が味がのりやすいんでしょうけど、ないものはない。ただチヂミの粉はある。でもチヂミの粉じゃないような気がする。なんかちょっと失敗したくないんで、俺ね、ナスってね、基本的にね、そんな食べないんですよ。でもね、嫌いじゃないんですよ。嫌いじゃないんですけど、嫌いじゃないんだけど、そんな好きかって言われると、それかなって。これ、綺麗でしょ。これ3個ぐらいで豆腐1丁ぐらいになるのかな。でもさ、豆腐って水が出るじゃん。だから豆腐って水が出るから、この麻婆豆腐の素、俺の好きなやつね、もあるんですけど、これね、麻婆豆腐もいいなんてことはどこにも書いてないんですよ。ちょっと待って。あれ？いや、あるんです。あるんだけど、これを開ける時が来たか。これを開ける時が来たっぽいね。これは2個、1つに2個入ってる。期間限定って書いてる。やっぱ麻婆豆腐って書いてるもんな。やっぱりほら、水分が出たことも計算されての多分味だと思うから、ちょっと何かしら、じゃあやっていきましょう。まだ微妙に二日酔いなんで、二日酔いまではいかないかな。で、ちょっとやっていこうか。二日酔いまではいかないね。どんだけ酒弱いのって感じでしょ。で、これをまず、で、だいたいまずヘタを落とす。ヘタを落とす。ヘタを落とす。で、切り方なんですけど、一応ネットで見た通りに切ってみましょう。まず半分にして、
して。ちょっとなんか入れ物欲しいね。で、ちょっと待って。これをですね、まず。火が通りやすいように切り身を入れろって書いてた。で、油でこう揚げるときは1、2分でさっと揚げる。で、表面が照りが出たらもうそれでいいみたいな感じでしたね。で、これをこれぐらいで俺多分2019年で一番これナス食うぞ。見てこの量やばいね。そして、ネギが今あるネギを使うか、新しく買ってきたネギを使うか、どうしようか。このスポンジやっぱいいね。以前直子さんに、ね、もらったスポンジなんですけどね。どうしたの？これね、全然こう、へたらないね。へたりがめちゃくちゃ遅い。どうしたの？抱っこしよっか？でーっか！逃げられた。これ。で、麻婆だ、ナスと、やっぱご飯も食いたいよね。ビールはあるんですけど、またビールって感じでしょ。暑いなここ。とりあえずもう素揚げしたらもうすぐチャット作りたいから、どうしようかな。とりあえず、まあ、素揚げするのもいいが、とりあえずメシ炊くか。メシ炊こう。今日は連絡が入ったけど、千代さんファミリーの千代さんファミリーの飛行機が元々飛ぶ時間だったのかちょっとわかんないけど、まあ、飛ぶという連絡が入ったんで、ちょっと寂しいようで、飛ばなかったらね、うちに来てって言ってたんで、また会えるかなと思ってたけど、でもまあ仕事とかもね、あるし。ちょっと待って。お前忙しいな。うんこしたりおしっこしたりうんこしたりおしっこしたり。お前砂だらけ。
で、飯を炊きます。ミルキー君、この水の量が炊飯器と違うからね。この君はニャ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 どうしたん？忙しいな。なんでニャニャ泣いてんの？なんか理由があって泣いてると思うんですけど、ちょっとわかんないですよね。猫がわかんない。あいつとも長く生活してるけどね、わかんないこと多いよ、やっぱり人間だからね。分かってあげたいという気持ちはあるんだけど、分からないんですよ、本当に。何、触ってほしいの？何、何かおやつが欲しいのか？あっつ、あっつ、めちゃくちゃ暑い。やっぱここ暑い、ここが暑い、暑いなあ、もうここに立ったらこれ回すしかないね。ただこれ回すと湿度がね、上がるんすよね。このシステムがよくわかんない。この間にちょっとビール飲んじゃうか、素揚げしちゃうか、素揚げしちゃうか。あ、待てよ、あれがないな。素揚げしてペーパーナプキン的なものをちょっと倒れていくか。さあ素揚げしましょう。長時間やりすぎてずっといといたらしなってなるよね。サッと揚げて、もう揚げ終わったらそのままこう揚げたものをすぐこうこれに行きたいね。この麻婆豆腐の具に。でずっとこれ今、あー、そこに登んの、ビビちゃん、そこに、そこ登んの、ビビちゃん、ビビちゃんおいで。あー、頭の回転がちょっと遅いんですよね。昨日のあのビール飲みすぎ、飲みすぎっていうのにエンジンかかっとるの、あいつヤマトが来ないんですよね。午前中指定になってんのに、台風の影響かなと思って。それあるかもしれないね。ビールどうしよう。
ボーナスと、卵も入れます。俺が卵入れて作ってたら、節子も真似して卵入れて作ったらしいよって言ってた。朝まって、なんか涼しくなってきたかも。ほらこっちが上がるんですよね。だから乾燥してる湿度をこうってここに入っていってんでしょうね、きっと。絶対そうでしょう。まあ、どうしようもないね、こればっかりは。飲むか、ビール。暑いしね。飲むか。あ、ご飯が炊けるまで炊けるまでに、手羽先をね、もらってるんですよ。手羽先か。もうちょい時間かかる。あ、やっぱ上がってきた。もうちょい時間かかるから、この間に収納が、ここにあった収、ここに壁掛けにあったやつ、前に言ったけど、あれがね、ちょっと取れちゃったんで、もうつけない。かわいいね、これね。なんかかわいさかなり出てますね、これね。テンション上がるね、これね。これは何、これは発泡酒じゃない。では暑いからうまい。どうしようかな、麻婆茄子楽しみ。何してんの君、忙しいね、今日やっちゃったりとか。あ、いやいや食ってんな、ダイエットフード。出されてる話。じゃあ次、ちょっと食うか。ちょっと食っちゃう。あ、でも待てよ、これ食ったらお腹いっぱいになって麻婆豆腐が食べれなくなる可能性は大。いや、そうか、別にライスはまた、え、待てよ。まあいいか、ちょっと食いたいね。こういうのレンジでも OK。 ちょっとやってみましょうか。どんなもんか。これは薄めのお皿がいいよね。でかいね、ちょっとちっちゃめの、ちっ
ちゃめっつってもまあちっちゃすぎるかな、これ。これでいってみようか。これは皿に乗るかなと思ったけど、あ、もう3個ぐらいですね、これ。ほら、3個でもいっぱい。でしょ？これを、あ、子供たち来てたよ。子供たちも食べさせてあげてよかったな。くっさ、でもまだかな。何や、君は忙しいなぁ。君で。君は、忙しいね、ビビちゃん。ビビちゃん。めっちゃ忙しいな。で、これは多分、ラップをかけずに電子レンジ、500ワット6分。長いね、結構。ラップをかけずに。どうしたの？ラップをかけずに500で6分。3個だけね、食べる。で、こう味を締めてどんどんこう食べないようにしない。初めて麻婆茄子、あ、そうか、待てよ、麻婆茄子さ、もう作ってここにグツグツやっときゃいいんだ。味も染み込むしね。あれ、なんかそばで遅いな。72はどうか。こっちは60。あ、やっぱ61になってる。ちょっとどこまで上がるのかちょっと逆に気になるのがね、いつも61ぐらいでこれ切っちゃうね。じゃあ、素揚げしていこうと思ったけど、ちょっと手羽先食いながら素揚げってかなりね、ちょっと二刀流みたいな感じ、俺ちょっとそういうの集中できないんで、とりあえず手羽先を食ってから来た時買ったぞ。これは何？何ゴミになるのこれ？これペットボトルになるのかな？何でしょうこれ、ね。これで油を1センチ。これもいいか。お、いい香りがしてきましたね。なんかさ、こうほら、長さんファミリーが来てこう何日も一緒にいていろいろ喋ってるんですけど、子供たちとなんか少しずつ慣れてきたかなって思ったら帰っちゃう。でまた会う時になったらまたこう恥ずかしがってて、またこう喋れなくて、でこうまた会って、その繰り返しですよね。で多分年頃的に恥ずかしい年頃なんですかね、中学生とか高校生とかね。俺が中学生の時っつったら、大人と喋るってことは基本ないよね。まあ学校、中学生なんて俺学校、まあ自慢することじゃないけど学校ほとんど行ってないもんね。中学時代の半分ぐらいかもしんないね、もしかすると。これちょっと向きとか変えた方がいいかな。
これなんかラップしないと、なんかこれこれなんか汚れんのが嫌っすね、この中のね。よし、仕上げしていきます。厚くなるっけ。まあそれだけ、まあそれだけここが吸い込んでるってことだから。ただ問題はこのナスがすげえ水っつうか、すげえなんか光ってるかな、水でね。これさ、あれなんじゃない、バチバチ言うんじゃない、これ。そんな気がする。バチバチ言うんじゃない、これ。汗かいてんもん、この、ほら、冷蔵庫入れたから。ちょっと不安ですね、これ。ちょっとこのタオルで、ちょっと拭いてあげて。あ、ご飯が炊けた。どっちだ。オッケー。やっば、67まで上がってる、部屋の湿度。やっば。一気に変わんすよ、湿度。やばいね。やばい。あれ、今ピピって言わなかったのか。何今の。ん？今ピピっつったよな。あ、これかガスか。失礼しました。あ、待って、こっちもできちゃったな。まあいいや、ちょっとゆっくり。ゆっくりっていうわけにいかない。では上げていき。しちゃってんすけど、これ。いや、ちょっと待って、これも食べなきゃいけないし、こっちもやんなきゃいけないし、どれくらい、1分ぐらい。結構カリッと上がってる。うん。うん。あのね。あ。あのね。
れてる方をちょっとあんまやりすぎるとダメだって書いてたから、ここの方に使ってる。後ろの湿度計を見るのが怖い。さっき67だったでしょ。67ってなかなか上がんないよ、うちの部屋では今までの。だって部屋の中で基本的に全部入んないわ、ちくしょう。まあ、いいよ。あ、65に下がった。で、これねすごい美味しいんですけど、結構水分飛ばされてる。やっぱラップしてないから。すっごい硬くなるけど美味しいんですけど、多少蓋があった方がいいかなって感じです。水分が飛ばされてるかなり。うん、ジャーキーみたいなやつ。硬い。硬いけど、すごいうまい。今ヤマト来たらやばい。ヤマト来たんすか。今日来ないかもしれない。もしかしたら くっついてるんですね。もっと短くてもいいかもね。5分とかね。なんかほら、うちのね、マイクロウェーブってちょっとパワーの伝わり方が普通のマイクロウェーブと違うんですよ、あれ。マジで。それはいいか悪いかですけど、悪いと思うけど。普通上からじゃない。違う、上から全部からか。あれね、なんかすごい下から来るんですよ。なんか評価にも書いてたけど、なぜか下から。理由はわからないです。だから下がすげえ熱い。めっちゃ硬いですよ。なんか、水分があんまりない。
でも美味しい。なんかジャーキーっぽく味がしっかりしてる。お酒の味なのよ。うん、こういうもんだと思う。やべえ、ご飯もできた。もう出さなきゃ、炊飯器から。で、これに、やばいよこれ。やばいっしょ。これやばいね。ちょっと。うわ、すごい。生まれて初めて。でほら水分出ないからねこれね。どうなんでしょうねこれって。これってどうなんでしょうね。味的に。コクがありすぎるな。むしろ水をちょっと足してもいいのかもしんないね。その豆腐から出る水分とか。あ、どうだろう。ちょっとわかんないですね。で、それで、まずライスをですね、ライスを
ちょっとこのままちょっと弱火で超弱火でいきます。で、でですね、それで、ちょっと辛すぎるで節子が真似したこう辛いからね、これね。まあ人それぞれだろうけど、辛さを感じるのは。で、ここでちょっと水分がほんのちょっと出るんですよね、ネギでね。作ったネギなんで、あ、作ったネギ、カットしたネギなんで、ちょっと待って、羽織だったんだ。で、ごま、で、これはね、吸ってたらちょっと時間かかるから、このまま行きましょうか。ごま。ですね。これね、完成ですね。で、あとは、ライスを入れるんですが、とりあえず、山椒入れなくてもいいね、多分。で、ライスはこっちに入れましょうか。完成、止めます。あ、待って、どうしようか、ちょっと卵が。それではもう完成です。
1% ですね。上旬か。このまま行こうか。こっちが下がりだしたのに一回下がって一回上がんだ。謎ですね。で、蓋をしてる間、あれ卵に火通ったのかな。謎ですね、これね。こっち見えないんですよね。あ、もうちょいですね。ちょっと蓋しましょう。麻婆茄子でしょ。でも麻婆茄子と麻婆豆腐だったら麻婆豆腐の方がやっぱり簡単にできるね。手軽さで言うと麻婆豆腐って一回ほら油つかなきゃいけないし、またここで油が発生して熱いし、そのライスもちょっと食べれる。この焼きまた食べたい。キャベツ買いに行こう。キャベツあれば、できるね。キャベツとこなすあれね、できるね。楽しい。この焼き。うまいかな。多分もういいっけ。完成。美味しいね。うん。うわ。ちょっとかき混ぜております。うまい。あれ。辛うま。ちょっと待って。辛い。めっちゃうまい。これはうまい。これはうまいぞ。あっつい。見てこの汗。やばいっしょ。
つ。はっち。ここ熱い、ここが熱いのか。出たらちょっと、あ、ここにあった。出たらちょっとごめん。熱い、こっちで食べましょう。マシュビート。ビーちゃんさん、ちょ、ビーちゃん、ちょ、ちょ、ちょ、ビーちゃん、ちょっとごめん。ちょっとごめんね。よし、もうご飯のね、おかわりもうね、持ってきてるんだよ、ここで。失礼。あっつ、やばい。なんだこの暑さは。でもめっちゃ美味しい。体勢がいい。熱い。熱い。うん。うまい。どっち、どっちもうまいね。麻婆豆腐も麻婆茄子もどっちも美味しい。本当に。じゃあ作るのが面倒なのはやっぱ茄子だな。これが辛くて熱いのと、この部屋の中もそのあっちの熱さも来てるね。
部屋の中は涼しいんでしょうけどね。スサンボ俺生まれて初めてもナス3本食ったの。間違いない。予備であるんですけど、予備はもういい。予備はもういらない。今日皆さん楽しい一日、安全な一日、一分一秒大切に、残り限られた人生を地球のために、動物のために使ってください。終わりは突然やってきますよ。
ごい。熱い熱い。でもめっちゃ美味しかった。何が入ってるか分かってるんですけど、多分そうで、多分そう。なんなんこれ。実は腹立つ。何だよこれ。熱い。まあハサミとか使えばすぐ開けれるんでしょうけど、ハサミ取りに行くのはちょっと無理です。おっ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 